術後の点眼の種類についてです。まあ、これあのビトの時白内障の場合は基本は軸ロード 0.1% フルメトロン 1.5% クラビット のセットでいくことが多いので、特に指示がなければその3種類です。でそれ以外、例えばビトレクトミーとかの場合はこの3種類を使ったりすることが多くて、例えば軸ロード、リンデロン、クラビット、まあ、よく多いパターンですけど、その場合はこう3つ丸がつけられて、右だったら右、右 R って書きますけども右、左だったら L って書いて、1日4回だったらかける4みたいな感じで、書かれることがあります。それ以外の例えば緑内障とかも含めていろんな種類を、点眼したい場合は、こんな感じで軸ロード、ブロナック、フルメトロン、リンデロン、クラビット、ベガモックス、ガチフロってあります。でそれぞれ使い分けがあるので、それを分かっておいていただけると、なんでこの人がこの目薬してるのかなって分かると思います。軸ロードとかブロナックは、NSAIDsって言って、まあステロイドほどではないけど炎症を抑えてくれるものです。とりわけ白内障の手術をした方の場合は軸ロードを使うことが、まあ、うちでは多いです。軸ロードとかブロナックっていう目薬を使っておくと黄斑浮腫という手術後の合併症を防ぐことができると言われているからですね。でフルメトロンとリンデロンっていうのはステロイドの点眼薬です。で炎症を抑えてくれるっていう作用があります。でフルメトロンの方が炎症を抑える効果は低いです。リンデロンの方が高いです。ただ一方でフルメトロンの方が、まあ、副作用が少ないですね。いわゆるこう眼圧が上がったりすることがあるんですけど、その可能性が低い。リンデロンはその可能性が高いので、硝子体手術後など炎症が強い人だけはリンデロンで、そうじゃない場合はフルメトロンを使っておくと、まあ、眼圧が上がらなくて安心かなと。でクラビット、ベガモックス、ガチフロ、まあ、これは実は種類同じ抗生物質ですね。うん、なのであの種類としては似ているんですが、クラビット 0.5% と 1.5%、まあ、今はほぼ 1.5% を使うことの方が多いと思います。例えば抗生剤の中で特定のものにアレルギーがある場合、これらを使わないで他の、ものに変えるということもありますので、基本的にはこの3種類の組み合わせ。ただ、例えば白内障手術を同時にしない硝子体手術の場合はリンデロンとクラビットっていうような使い方をすることが一番多いかなと思いますね。だいたい4回にすることが多いですね。うん。